聖書協会共同訳聖書は聖書の日本語訳の一つ。日本聖書協会による日本語訳聖書であり、新共同訳聖書以来31年ぶりの新翻訳として出版された。2018年12月3日に初版が刊行された。正式な英語名は Japan Bible Society Interconfessional v e r o n 新共同訳聖書と同様に、 カトリック教会とプロテスタント諸教会が共同して翻訳事業が行われた共同訳でもある。新共同訳から大きく改定された表現がある。一方で変更しなかった表現もある。新共同訳聖書と同様に旧訳聖書属編付きのものとそうでないものの2種類が出版されている。固有名詞などは新共同訳聖書と基本的に同じ訳語を用いているが、 新境同訳の改定ではなく、一から翻訳し直したものである。2019年には、印象、中央除いた、スタンダード版も出版された。旧約聖書属編付き小型版、小型スタンダード版、旧約聖書属編付き中型版、中型スタンダード版、印象、中付き中型版、旧約聖書属編付き印象、中付き中型版、新約聖書のみ、 番の7冊がまず最初に刊行された。翻訳は2010年から2017年までの8年間を費やした。翻訳理論としては、共同訳聖書が友人内田の動的投下理論に従い、それに対する批判から新共同訳聖書が畜語役に方向を改めたのに対し、聖書協会共同訳聖書では、オランダのローレンス・デフリースの提唱するスコポス理論を参照し、 礼拝での朗読にふさわしい、拡張高い日本語を目指すというスコポスを採用した、近年層カワ層の版が新たに発行され、この他のバージョンも新共同薬と次々と入れ替わる形で準備中である。ありがとうございます。